長谷川監督、よろしくお願いします。はい、お願いします。昨シーズンからチームが変わったなっていうのはどういうところですか？変わらなきゃいけないという思いで、ここまでずっとトレーニングを続けてきましたので、それが実際のゲームでやっぱり見てるあのお客さん、サポーターが今シーズンは変わったなと言えるようなシーズンにしていかなければいけないというふうに思っています。僕たちも見てて、長谷川監督変えてくれっていう気持ちでやっぱ今シーズン挑みたいんですけども。はい、そういうことを期待されて私自身に声がかかったというふうに思ってますんで、しっかりとチームが変わって、今シーズンタイトルというところを目標に挙げてますんで、そういう思いがやっぱり成就できるように、しっかりとしたシーズンを送っていきたいなというふうに思ってます。監督としての今シーズンの目標はどういうところになるんですかね？もうタイトルを取るということです、もう絶対1個は取ってくれますか？そうですね、もうやっぱり J リーグ取れれば一番いいというふうに思ってます。今日もう開幕なんですけども、はい、対戦相手が浦和レッズで力のチームですが、ここで、我々の変わったなというやっぱ姿勢を今日のゲームで見せていきたいというふうに思ってますし、ぜひ、開幕戦に来てくださった、皆さんに喜んでもらえるような、試合をしていきたいというふうに思ってます。今シーズン期待します。はい、頑張ります。はい、いよいよ今日から J リーグが開幕します。浦和レッズと対戦なんで素晴らしい試合になるというふうに思ってます。ぜひ味の素スタジオに来て、我々と一緒に戦ってください。よろしくお願いします。